青コーナーより東北に夢を運べ、ザ・ブレードハヤテ入場。入場であります。赤コーナーより自他ともに認めるザ・トップオブジュニア重心サンダーライガー入場。燃やせ燃やせ怒りを燃やせ、走れ走れ日本ジュニア界の頂点に君臨しております。この男、重心サンダーライガーが入ってまいります。ガンガンいけ！シングルマッチ30分日本勝負を行います。青コーナー180センチ90キロ、ザ・ブレードハヤテ。赤コーナー170センチ95キロ、ライガー中心サンダーライガー。山本小鉄、頑張れ。今ゴングが鳴りました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。倒してまいります。起こしてまいります。打ち込んでまいります。ロックアップ、ボディスラムです。スリーパーに捉えます。いや、序盤戦から目が離せない展開ですね。そうですね、どちらが優勢とかじゃなくてお互いに意地がありますからね。組み合います。ロープに振った、膝にピンポイント集中砲火、掴んだ、ハンマーを打ち込んでいきます。行くのか、フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振りかざします。先ほどから館内のボルテージがすごいんですが、戦っている時ってお客さんの声って聞こえるもんなんですか？いや、そりゃ全部は聞こえないですけど、聞こえますよ。まあ苦しい時とかはね、ほんとそれで頑張れますから、ファンの声援っていうのはね、ありがたいものですよ。あ、そうなんですか。腕を取ります。腕攻めに転じます。腕を捉えます。腕を殺してまいります。腕をフックします。 DDT でマットに突き刺します。さあ、ジュニア戦線殴り込みを新たに宣言してまいりました。若き日の藤波辰巳、そしてあの虎選手のようなジュニア伝説を築くため、ジュニアの新しい星が今夜も華麗にきらめいてまいります。ブロックします。ストンピングを叩き込んでまいります。組みに行きます。切り返します。ストンピング蹴りつけてまいります。ロックアップ、フライングメイヤー。こういう間の取り方うまいですよね。こうなると相手はね、非常に嫌なものなんですよ。確かにね、ちっこいですもんね。
ガードします。無人島に漂着してしまった。抱えます。させません。組み合います。返してまいります。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね。泣き言言ってられませんよ。そうですよね。腕を回します。それを食うと苦しいですね。そうですね、今の技はちょっと頭から落ちましたからね。そばっと張ります。組みに行きます。フライングメイヤーで倒します。スリーパーホールドに入ります。行くのか。ボディースラムで投げてまいります。引き起こします。ショルダータックル、起こします。組みに行きます。逆に振り返してラフサッポーに転じます。ストンピングです。リストを固めてまいります。ロープブレイク、あっと裏カンラナ、ボールを返します。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマーが襲ってまいります。起こしてまいります。ブロックします。相手を挑発してまいります。行くのか。あとリバースで返してまいります。引き起こします。腰を落とします。ジャーマン、組み合った、場外に落とした。側転からのケプラーだ。そのまま膝十字に移行する。ガジェット組み合った。あーっと逆にパワーポン、起こした。昇天サンセットフリップ、引き起こす。リングに戻ります。リングに戻ります。引っこ抜きか。パワーボム投げ捨て、立たせていく。これきついですね。10分経過。そうですね、いけるか。そのまま締め上げる。ハンマーを振りかざす。うまく切り返した。いけるか。いった、組み合った。ロープに飛ばした。後ろ回し蹴り気味のフライングヒールキック。張り手、頭を掴んで、あっと円錐蹴り、エビに固める。カウント2つ、惜しい。ガジェット組み合った。すごい形相で締め上げていく。ハンマーを落としていく。さあ首をかっきった。組み合った。ロープに振ってアッパー気味の昇天、引き起こす。突き上げる昇天、フィニッシュになるか。カウント 2.89、 重低音バズーカ。フロントキック、抱えた。逆にバックに回った。持ってった。ジャーマンブリッジする。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。抱き起こす。腕をフックした。 DDT 脳天、一気に両立するのか。トップロープを狙う。